車は特急スーパー白鳥24号新青森行きです。次は蟹田に止まります。今日も JR をご利用くださいましてありがとうございます。列車はこの先青函トンネルのある海峡線を進みます。青函トンネルの全長は 53.85km。 これは営業中のトンネルとしては世界一の長さです。津軽海峡の下を走る区間は 23.3km で、海底からおよそ 100m 深い部分を走行してまいります。青函トンネルとその前後のトンネルがある82km の区間はすでに新幹線が走行できる規格で整備されています。北海道新幹線は2015年度の営業開始に向けて準備を進めています。